日陰規制は日照を確保することを目的した日陰による建築物の高さの制限である。規制をクリアして建設された東京スカイツリー日本では1970年代に入って幅広い用途地域でマンションなどの中高層建築が建築されるようになり日照阻害の問題が建材化し日照権訴訟が頻発したことなどから1976年の 建築基準法改正で第56条の2として導入された。建築基準法別表第4に定める区分に従い、当時日において建築物が身体用事による午前8時から午後4時までに発生する日陰の量を制限することで建築物の形態を制限する。商業地域、工業地域、工業専用地域では基本的に日陰規制の適用がないが、 これらの地域にある高さ10メートルを超える建築物について規制の対象区域に日陰を発生させる場合は日陰規制が適用される。具体的には敷地境界内市全面道路の中心線から5メートル10メートルの測定ラインを設定してその周囲の地域の都市計画図に基づき規制区域における日陰の当時間図の曲線が そのラインを越えないように建築物の形態を制限する。しかし、5メートル以内にある林地の日照は考慮されず、また、建物を登場に設計すれば容易に規制内に収めることができるため実効性が少ないとの論議が法の制定時からある。ありがとうございます。